皆さんこんこにちはレクセニー講師の根本です本試験ままであとと数日となりましたすっごく不安に思っている方いると思います不安に思うというのは受かるかもしれないと思っているからです受かるかもしれないからあれが起きたらどうしようこんな事件が来たらどうしようパニックったらどうしようといった不安に襲われるんです受かると思っているから来るんです絶対ダメだめだこいつは無理だ とと思思っているる人もいると思うんですでも今勉強してるっていうのはワンチャンあると思ってるからやってると思うんです普段はうまくいかないけど今日やったことが本試験に出るかもしれない今日やった記述が出るかもしれないそしたら俺は受かるワンチャンがあるからと思ってやってるんですよ今が一番心がつらい時期です押しつぶされず跳ね返そうもせず 自然体でいきましょう。今回は皆さんに2点伝えたいことがありまして動画を撮っています。1つ目、そろそろ前日まで決めてほしいこと、ご自身で決めてください。一番上、何時までやりますかギリギリまでやる通常通りにする時間決める次、当日どうする服装長袖は絶対終わった方がいいよ。次、 現地にどう着くギリギリは怖いよ。でも早すぎちゃうと待つだけだよ。お昼どうするこれ自分が一番どうすれば頭働くか。何を食べるか考えた方がいい。次。予備校からの配布物受け取るレックは受け取る。はい、次。当日何持っていくのそれは当日どこでどういう勉強をするか、これで決まってくる。 どうしても決められないんだったらもうねありとあらゆるものを持っていこうこれが一つもう一つ伝えたい点がありますそそろそろ危険では直前期学習続けてください